餃子、あ、ちょ、うつんな、あ、あ、あ、無理だった餃子、餃子美味しいです。餃子食べて熱々、餃子食べて熱々、餃子、餃子縛りです。あ、餃子、餃子、餃子かじったら肉汁がぶわっと溢れちゃう。餃子、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 餃子餃子、餃子、餃子これ録画されてるから、撮られてるからね。餃子、餃子、餃子が撮られてる。餃子、餃子、餃子、餃子。あ、ルタオです。みんな大好きです。あ、ルタオだよね、はい、よく、よく撮影会する場所です。あ、この辺来たことあるじゃない。ありますね。この先はあんまり来たことない感じですか。そうですね。何があるんですかね。セブンイレブンです。この近くに市役所があってみたいな、あっちの、なんだろう、あのセブンイレブンの方のまっすぐ行ったら市役所みたいな、なんかその辺のがあります。あれ、ここどこだ。え、ここどこ、どこですかね。この辺はちょっとわかんないですね。木がいっぱいです。ね、木がいっぱいだね。木、木、しりとりでは絶対木だけで使われる。木、木、困ったら使っちゃうよね。木、木そもそも木が来ないと使えない。確かに。え、でも木って結構来ない。木、つつき、木木、つつき、木木、あの木で来るやつなの。つみき、木、なんでも非同時相手に仕返しできるね。木、木、木テンション高いね。高いです。高いね。ついていけないです。ついてこれてるから安心してほしい。あ、今のはシートベルトの音です。なんかソーラーパネルある。あ、なんか木木はずっとあります。 木ずっとある。木ずっとあるか。木いっぱい揃えば林森大草原あ、森になって大草原に行っちゃった。あ、でもそうだよね。順番的にはそうなるはずで。無理。なんか木、林、森、大草原。大草原。私たちは今一体どこに向かっているんでしょうか。木に向かってます。木に向かってる？はい。木に向かって、向かって、ぶつかりに行くんだ。木に向かって修行しようぜ。えいやとや、気につけた傷が俺の勲章ちょっとわかんない。何をしたかったのかがわからないけど、なんか木だけでいっぱい曲作れるんだよきっとあ、なんか来たことがあるぞ。ここ、あれ、めいちゃんは。私はないですか。ない。ありますかねない。私はなんかどこか見慣れた景色のような気がしますが、どこだろうな。もしかして、あ、もしかしたら熊が出るかもしれない場所ですね。あの、熊出没注意って書いてる。あ、熊出没注意って書かれてる例の場所ですね。私には分かりました。チャンネル登録お願いしますって言いながら走ってくるんで、うんうん、言いながら走ってくる。頑張ろうね。この辺からでいいですか。
と奥がいいな。ありますか。かわいそうだけど。あ、オッケー。そこからこう走る感じで。はい、OK。 はい、2年ぶりに来ました。イエーイ。ここは降臨橋です。降臨橋、皆さんもおそらく見覚えがある景色なことでしょう。私はもう2年も経ったのかという感慨深い気持ちです。いい、ね、さあ、めいちゃんはここは初めて来たみたいですけど、どうですか。そうですね、自然に囲まれてすごい、いいですね。いい自然を感じる。風いいよね、ここ、はい、あとはもう、さっきから下の方に川がちょっと流れてて、ね、いい音がします。音がいいですね。いい音する。落ち着きます。落ち着く。じゃあこれからここが散歩スポットだね。そうです。ちょっと遠いけど ね結構かなり遠いけどね、はい、ここ道に迷いそうです、途中で。確かに。頑張って、自転車こいでここまで来てください。頑張ります。こちら、ハスカップでございます。ハスカップ、一瞬、なんだこりゃみたいなあるかもしれないですけど、一応これはハスカップです。ここら辺がね、分かりやすいんじゃないかなって思います。ここら辺です。ね、このぐる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 がね、はい、まあ、皆さんならきっとハスカップ分かることでしょう。ハスカップ、私たちのね、曲にもハスカップ小町というものがありますしね、はい、そうですね。ちょっと私は片手カメラなんで踊れないんですけど、こういうやつね。これこれこれ、こういうやつ、こういうやつがありますね。このぜひハスカップ小町好きな皆さんはぜひこの降臨橋に訪れて、はい、このハスカップと一緒に写真を撮って、記念写真を撮ってで、ハッシュタグについでにシャオニャン19周年おめみたいな、おめ、私たちそう19周年に入るんですよ。こんな経ったんだね、19周年なんて。すごいですね。あれ、なんかついこの間まであれ12年じゃなかったっけみたいなぐらい、なんか時が気がつけば経っていて、ね、気がつけば私もなかなか7年目ぐらいになるっていう、時の流れは恐ろしいですね。多分見てる皆さんが一番思ってると思うんですけど、はい、そうですね、時の流れは早いですね。みーちゃん、はい、そうだ、19周年に向けてスタッフさんの方が結構いろいろ企画をね、なんかあんなことやこんなこと、あんなライブなどを考えてるので ね、皆さんぜひその際はくださいね。何が来るんだと予想しながら、はい、ちょっとワクワクと楽しみにしていただければなって思います。 YouTube の方も随時いろいろ上がっていくので、皆さんぜひ見てください。だねー。